矢蓋重盛延京四年は、江戸時代の武家家臣。貝の国甲府藩主、大和国山と郡山藩主である柳沢氏家臣で、柳沢家の家老。別名は、柳沢一の神、小二里神。貝の国氏によれば、柳沢安忠、鈴木門戸、近藤図書、川口岩見、柳沢八原と共に家老を務めたという。身の国家の藩主。 戸田松平家の家臣山田氏の出自。遠方2年に江戸へ出て、遠方8年に下屋国からす山藩主、那須氏渡るの家臣である、矢蓋重之の養子となる。那須家は上京4年に改役となり、十守は老人となる。十守が仕えた柳沢義安は、元禄元年11月に、将軍、徳川綱吉の側用人に取り立てられ、 同年には一万二千国を廃領して大名に列している。十馬守は元禄元年に吉安に出資し、矢蓋五郎右衛門を称している。翌元禄二年には容認役となり五十国を廃領し、その後家を受け元禄七年には四百国を治療している。元禄十年には家老となり六百国を治療している。将軍綱吉は度々、 吉安邸へおなりを行っているが、この際に従主も貸し品を配慮している。また、吉安と、戸様大名との交渉役も務め、豊岳資料には、熊本藩主、細川津成屋高松藩主、松平頼継、前橋藩主、堺忠し居篠山,篠山藩主、松平信常から、従主に送られた書状が連存している。元禄十五年四月六日には、 吉安帝が消失し、この際に吉安は重視邸に一時避難している。復元された甲府城山手門放映元年12月21日に吉安は海の国を廃領しているが、自身は国元へ赴任せず、十守は海東地に際して現地に赴任し、甲府城の山手門外に屋敷地を賜り、1600国を廃領している。吉安は、 大幕州に帰えし、京都万福寺の大幕像、越法道省を招聘している。吉安は甲府岸久保町に、母大寺として、大幕州寺院の英刑寺を創建し、十守は法永四年に、吉安明代としての参拝などを行っている。法永六年に、吉安が隠居すると、江戸へ戻る。聖徳二年三月二十一日には、 柳沢生を与えられ柳沢一の神を称する。翌聖徳三年には、吉安の娘、益子が、面神の子、佐藤守の室となり、十守は柳沢家一門となった。聖徳四年十一月二日には吉安が死去し、十守は、甲府、永慶寺に運ばれた以外に随行し、葬儀を行っている。教皇九年には、 柳沢氏が開から山和氷山へ転望され、翌教法10年に、十守は出家して、白王と合する。柳沢家では、お牛宗来により、吉安の紅葉日記である、落忠道都市録が編纂されているが、十守は、吉安死後の原文5年に、吉安一大記である、永慶寺伝言公後日録を編纂している。2011年には、 山梨県立博物館で開催された、柳沢義康と甲府城店に際した豊田家資料の調査において、義康の銃守る宛文書が70点以上発見された。義康の銃守る宛書状は関連資料も含めて高橋で本国されている。西川 P143 西川 P143 西川 P143 西川 p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  1 4三西川 p 四十三西川 p143 西川 p 西川 p p p 1 4 8から149西川 p 四十三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 西川 p143 西川 p143 西川 P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 143 高橋 P44 ありがとうございます。